チゴのパジャマボタンの練習、ウサちゃんぬいぐるみもついてるよ。イチゴのボタン、レッツプレイ。止めやすい、止めやすい、イチゴのボタンが可愛いな。止めやすい、止めやすい、イチゴのボタンはめっちゃ止めやすい。くもりん何してるの？ベルちゃんにパジャマ着せてあげてるんだ。このパジャマ可愛いって、前後ろ逆。え、そうなの？ベルちゃん苦しそうになってるじゃん。ズボンも逆だし。なんだ、助けて。僕に任せろ。え、このボタン外しやすい。え、ボタンをマイクしてつけてあげて。止めやすい、止めやすい、イチゴのボタンが可愛いな。止めやすい、止めやすい、イチゴのボタンは止めやすい。それさっき僕が歌ってたやつ、もう覚えちゃった。ズボンはリボンの前だよ。この帽子もかぶせてあげよう。っと、前見えなくなってるよ。なんで？これはメルちゃんの帽子だよ。クモリ、ほんとアホだな。ノイズ、俺様ならもっとメルちゃんに似合うパジャマを作れちゃうぜ。ノイズパジャマ作れるの？紙とペンで作れるんだぜ。イチゴのパジャマより可愛いのなんて作れるわけない。見せてもらおうじゃないか。見てろよ、かーちょいー、かーちょいー、俺様のパジャマはかーちょいー、かーちょいー、かーちょいー、俺様は紙とペンでパジャマ作れる。完成。なにこれ、くもりん？ガッ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 ガ、今着替えさせてやるからな。なに、このボタン外しやすいぞ。でも俺様のパジャマの方がお似合いだ。じゃじゃーん。なにこれ、なんか大人様みたいな服だね。紙紐って言うんだっけ。ってこんなのでメルちゃんがぐっすり寝れるか。涼しそうだろ。横からひどいことになってる。しかもボタンがないじゃないか。ボタンがないなんてパジャマじゃない。ボタンそんなに大事なのか。止めやすいイチゴのボタンを止めてウサちゃんと寝るのがメルちゃんのおねんねなんだ。そんなの知るか。とにかくこんなのはパジャマじゃない。止めやすいボタンを作れるように出直してこい。あー、ちくしょう、逃げろ。へんだ、つもりやったね。止めやすいイチゴのボタンだよ。やっぱりイチゴのパジャマだね。おねんねしようね。くもりん、寝る前に歯磨きしなくちゃ。もう布団入っちゃったよ。虫歯になっちゃうよ。はいはい、歯磨きすればいいんでしょ。紙とペンでこうやってできた。ほら、みるちゃん歯磨きですよ。はい、終わり。眠りたい、眠りたい、くもりん、メルちゃんとおねんねしますよ。眠りたい。ほらそんなのノイズとやってること一緒だよ。これはやだ。歯磨きしてからウサちゃんと寝るんだよ。クモリン歯磨きしてる。クイズタイム。イチゴのパジャマのこの部分には何の動物が描かれていたでしょうか。え、まさか僕？動物だよ。そうだ、まさかないな。今日のお絵かき、心ちゃんが描いてくれたよ。僕かっこいいポーズ決めてるね。コモリも可愛くなってる。あれ、私の夢、なんかこのキャラ見たことある。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチグッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えて。